やっほー。やっほー。ねえマリサ。私もっと美人になりたい。美人になって世の男たちを手玉に取ってやるんだ。美人になったっていいことだけじゃないと思うんだけどな。歴史では美人だからリストラにあった人たちもいたんだ。なんで美人をリストラすんのよ。なんでよ。それには深いわけがあるんだけどな。よっぽど妬んだりしてたんでしょ。いや、リストラしたのは将軍だ。将軍が美人を集めてリストラしたんだ。将軍なら美人をそばに置きそうなのに。ちょっとその将軍のこと教えてよ。じゃあ今回は享保の改革を行って徳川幕府中興の祖と言われた。徳川八代将軍の徳川吉宗について簡単解説するよ。ああ、暴れん坊将軍ね。そう、モデルになった将軍だな。まず吉宗は、徳川御三家の紀州藩第二代藩主、徳川光貞の四男として生まれるんだ。母親の身分は低いもので、藩主の入浴の世話をしていた時に目に留まりそういうことになったとか、農民の娘という説もあったりもする。ちなみに吉宗は徳川家康のひ孫にあたる。さらに幼い頃は本当に暴れん坊だったらしい。紀州藩の三代藩主になっていた長男が亡くなると。いや、サクッと亡くなった。後継ぎがいなかったので三男が継ぐ。いやいや次男は？実は創生してたんだ。なんか、ごめん。三男が藩主になって間もなく父が亡くなり、さらに間もなく三男も亡くなってしまうんだ。いや、もうそれ亡くなりすぎ。そんなこんなで22歳で紀州藩主を継ぎ吉宗に改名。二人の兄と父の葬儀費用のために幕府から借りたお金の返済や、借りてたんだ。宝永地震や津波の復旧費などで悪化していた藩財政の再建に努めて、自ら質素倹約に努めて成果を上げたんだ。有能な感じ。さらには和歌山城大手門前に訴訟箱を設置して、身分によらずいろんな人からの訴えや要望なんかを集めたりした。なんか本当に名君って感じ。そんな吉宗の藩主生活は10年に及んだ。そんな時、1716年に第7代将軍徳川家継が亡くなる。秀忠の男系子孫の徳川将軍家の血脈が途絶えると、6代将軍家信の御台所天栄院の指名により、同年1716年に江戸幕府の第8代将軍に就任。さらっと将軍になっちゃった。そして吉宗は改革を開始した。いきなり改革。幕府の財政再建を主体にいろいろな行政の改革も行ったんだ。6代将軍徳川家信の代からの将軍の側近で、老中との取り次ぎ役だった蕎麦用人の真鍋秋房や荒井白石を罷免。そして吉宗が政治を主導していくようになる。自分がやりやすくするために邪魔になりそうだったのかな。荒井白石が行った通貨政策でデフレが起きてたから、元に戻そうと原文の改鋳を行ってデフレを解消した。さらに紀州藩の時みたいに吉宗は率先して倹約を行った。木綿を愛用したり、食事は1日2回で一汁一菜を徹底したんだ。今の人の普通の食事よりも質素。そんな吉宗が行った改革は享保の改革って呼ばれてるんだけど、この先の時代にも行う幕府の改革のお手本になったんだ。そんなすごいことやったの？まずは1721年に目安箱を設置。農民や商人などの庶民からも、政治や経済、日常問題までいろいろな要望や意見を聞くために設置したんだ。なんだか今の政府より意見聞いてくれそう。住所、氏名を記入して投稿するんだけど書いてない場合は破棄された。匿名だとあることないこと書きそうだしね。で、それって効果あったの？町医者が投書した結果貧しい病人のための医療施設が作られたり、山下幸内という浪人がいたんだけど、吉宗の行う緊縮財政を痛烈に批判する内容を投書したんだ。さすがに大変なことになりそう。それがなんと吉宗はその意見を喜んで褒美を与えたそう。まあ意見は通らなかったけどな。すごい、そんなことあるんだ。まあここで処分したら誰も入れなくなるしな。この目安箱は意見を聞くというだけじゃなく、役人の不正や怠慢などを訴えやすくすることによって、防止する効果もあったって言われてるよ。確かにそれは効果ありそう。そして1722年には上面法という年貢徴収法に変更。それまでは毎年の収穫量で年貢を決める家見法が採用されてたけど、過去5年間、10年間または20年間の収穫高の平均から年貢率を決めて、豊作、凶作に関わらず税率を一定にすることで税収を安定させようとした。ただ、さすがにあんまりにも凶作な時は年貢を減らすこともあったみたい。幕府にとってはその徴収方法の方が良さそうだね。そして同年1722年には上げ米の税を施行。大名に石高1万石に対して100石の米を納めさせる代わりに、参勤交代の際の江戸財布期間を従来の1年から半年にした。でも1730年には廃止。なんで？増収にはなったけど幕府の財政を各藩に依存することになる。すると幕府の権威が低下する恐れがあったし。確かになんか高ってるみたいだもんね。
さらに参勤交代の江戸財布期間が半分になることで、結果として経費削減になることで大名の経済力が拡大する恐れもあった。やっぱり力は削いでおかないといけないもんね。そして上げ前の税、上面法、新田開発の米政策に力を入れたから吉宗は、米将軍と呼ばれたそう。まんますぎ。小学生のあだ名レベル。さらに改革は続くんだけど1723年に施行された足高の税。当時は高い役職に就くにはある程度の身分と、それぞれの役職ごとに基準となる石高がないとその役職に就けなかった。これじゃいくら能力高くても石高が足りないだけで役職に就けないじゃん。ってことで、その役職についている間は石高を上げて、不足している石高を補う制度を作った。そうして能力があれば役職に就けるようにしたんだ。いい人材は本当に大事だからね。さらに1742年成立って言われるけど改定作業が続けられて確定は1754年の、くじ方を定め書き。いちいちなんか書き方が難しいな。法令や、過去の判例なんかを収めた江戸幕府の基本法典だよ。法律なんかもちゃんと作ったんだ。それは本当にすごい。さらには江戸町火消しを設置して火事の対策を行ったり、そしてなんと年貢を四公六民から五公五民と、増税を行った。緊縮財政の上に増税。これはなんとも。でも実は現代も五公五民に近しいものになりつつあるんだけどね。確かに誰かが給料上がらないのに税金だけは上がっていくって嘆いてた。悲しい話だな。話は戻って、中でも吉宗が経費節減のために行ったあんまり知られてない改革がある。ある日吉宗は部下に多くの中で美人と思う女性50人をリストアップさせた。多くの美女たちはもうキャーキャーなったかもしれない。もしかしてこれチャンス来たんじゃない?みたいな。普段から美を追求してきたから報われる時が来たんじゃないかって。でもまさかのまさか、吉宗はその50人をリストラした。美人なのに?なんでなんで?今まで美を磨いてきたのにまさかのリストラとは本人たちも驚いたと思う。その理由がなんと、美女なら他にももらい手があるだろうから。納得。まさかだったと思うけど、当時多くの服飾費や人件費もかなりなもので、さらに側室になるために権力争いもあったからそれも嫌だったのかも。でもただ首にするのも不満が凄そうだから、こういう理由にしたのかもしれない。納得だわ。さらに吉宗は好奇心が強くてベトナムから象を輸入したり、そこは削減しようよ。天文や暦についても興味を持ってた。さらには徳川時代に初の全国人口調査を1721年に開始した。なんと当時の全国の人口は2606万5422人だったらしい。少ない。中でも吉宗は雨量調査に特に興味を示して、江戸城の庭に桶を置いて、雨水の溜まり具合を測ってそれを日記に記録してたそう。なんか想像すると可愛い。そしてなんと吉宗は日記の記録から、寛宝2年1742年に起きた江戸最大の大洪水を予知したそう。それ普通に真面目にすごいんだけど、救済対策を立てておいたらしく、洪水と同時にお助け船を出して、流されている人や屋根や樹木の上にいる人たちを救出、炊き出しなんかも行ったりして被害を抑えることに尽力したらしい。本当に予知してたんならその日記と吉宗すごすぎるわ。そんな吉宗は1745年には、病弱な長男より周りから評価の高い次男を将軍に推す人たちもいたけど、将軍軽視争いを避けるため将軍職を長男に譲った。だけど最後まで大御所として吉宗は実権を握ったそう。完全に隠居したらなんか争い起きそうだしね。そして1751年6月20日に満66歳で亡くなったんだ。吉宗の行った享保の改革は一応として成功した。一応?幕府財政は一応再建されて官制の改革、天保の改革とかの基本になったりした。また一応?一応徳川幕府中興の祖なんて呼ばれたりもする。またまた一応って何よ?だけどこれは幕府の視点なんだ。負担が大きくなった農民による一揆の頻発や、米価を上昇させるために米問屋に米の買い占めを行わせた時、なんと享保の大飢饉が起きてしまい、米問屋など商家を襲う江戸時代最初の打ち壊しが起きたりした。さらに倹約令を出した上に米の値段も高かったから国民も買い物を控える。すると景気は悪化するだけど物の値段は上がっていく。庶民からするともう最悪な状況。なんか今と似てるような。だから吉宗の評価は、幕府の財政を持ち直したという点では評価できるけど、経済的な面ではうんって感じで評価が分かれるんだ。そう言われると確かに何でも倹約すればいいわけじゃなさそうね。その辺のバランスって難しそうだね。ということで今回は徳川吉宗を簡単に解説したよ。これからも歴史に関する動画を頑張って作っていくので、高評価ボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。よろしくお願いします。それではまた次回の動画で。
またねー。